제가 사장님 좋아해요. 그러니까 언니 안 가져야겠다. 안녕하세요. 다홍입니다. 今日は 이태원 클래스から 한국어를배強してみましょ 제가 사장님 좋아해요.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  제가사장님좋아해요ワヘヨ。セ님좋아해요。」ワ意味は、私が社長好きですということですね。社長のことが好きですということを話しています。はい このセリフの中では、「좋아해요」の前に何々が好きという助詞が入ってはいませんが、えー、助詞を使うときは、日本語で言う「何々が好き」ではなく、「何々を好き」であたる「る」と「る」を使いますので、そこだけご注意ください。では、例文を紹介いたします。私は韓国料理が好きです。저는 케이팝 좋아해요? 케이팝 좋아해요? 한국 드라마 스키데스가 한국 드라마 좋아해요? 한국 드라마 좋아해요? 사카나 요리 니꾸가 스키데스 생선보다 고기를 좋아해요. 생선보다 고기를 좋아해요. 그니까 언니 망가져야겠다. 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 にや意味はだからお姉ちゃんがダメにならなきゃ、まあ、壊れなきゃ潰れなきゃという意味ですが、えー、つまりこのチョイソーさんがパクセロイ社長のことが大好きなので、えー、このオスワさんがちょっと。 潰れてもらわなきゃえダメになってもらわなきゃというそういう意味になりますはいここでまずクニカなんですがクニカはクロニカの縮めた縮約形になりますもともとはクロニカそれをこう縮めてクニ,カクニカと話していますそして漫画ガやげたのマンガジダという原型なんですが壊れるとか 潰れる、ためになるという意味になります。そこに語尾に何々やげったをつけて何々しなきゃという意味になりまして、えー、壊れてもらわなきゃ、ためにならなきゃという意味になりました。ではこの漫画字だ、壊れる、つ、え、ぶ、ー、れるという意味の漫画字だを使った例文を紹介いたします。携帯を落として壊れました。 핸드폰을 떨어뜨려서 망가졌어요. 핸드폰을 떨어뜨려서 망가졌어요. 카베니 부마가고 벽에 부딪혀서 차가 망가졌어요. 벽에 부딪혀서 차가 망가졌어요. 아라시이고 새로 산 컴퓨터가 단지 하루 만에 망가졌어요. 새로 산 컴퓨터가 단지 하루 만에 망가졌어요. 제가 사장님 좋아해요. 그러니까 언니 망가져야겠다.